ないです。おすすめするケースはないです。少ないですねじゃなくてもうないです。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 すいません、先に謝っときます、メーカーさん、本当に。メーカーさんの指摘入ったら消えるからね、この動画ね。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。久々ですね。久しぶりですね。見たならば幸太郎に。このちょっと見たならば幸太郎2021。はい。コンセプトは、はい、もう忖度なしです。忖度なし。悪口を言いましょうという話じゃないですか。日頃から、マッチングラボでもフィッティングしてるし、はい、まあ、ゴルフテクの中でも、まあ、よりコーチたちにそういうギアの情報をね、教える立場でもある、はいはい、三田さんがですね、はい、製品を見て、うん、それを読み取って、うん、それで三田さんなりの言葉で、うん、ここに言ってください。大丈夫。メーカーさんとやってる時なんかは、もういいですねしか言ってないけれども、けれども、ここの、このコンテンツに関しては、もうちゃんと言おうと。個人的見解だいぶ入るね。そう、もう個人的見解だいぶ入ります。そうね。もうそれ多めだね。うん。まあ、もちろん、一般的なみたいな意見ももちろん入れてきますけれども、はい、まあ、ちょっと個人的意見多めで、多めで。どう感じたかっていう部分ですね。はい。うん、そこをちょっとね、うん、皆さんにお伝えできたらなと思いますね。これはね、うん。で、これ消えてる場合はメーカーさんからも消されたと思ってくれて構わないかな。そう思ってください。では今日はまず何でしょう、はい、はい、出ましたテイラーメイドさん、はい、シム2とってもいいヘッドだと思うんですが、これ、はいはい、三田さんからするとどういうヘッドでしょうかっていうところですね。そうですね。前作のじゃあシムが5点だとしたら、うんうん、これ今回のシム2、うん、何点ですか。何点、6.5。 6.5。 このそのポテンシャルってすごい高いヘッドだから、はい、本当にそういったボールフライトだったりスイングタイプに合ってしまえば、うん、前作よりも確実に絶対いいと思う。あ、本当ですか。うん、まず、まあ、簡単な説明だけ、はい、今回もシムシリーズ3タイプですね、はい、こういう感じで、うん、3種類。もう今回はもうパッと見ほとんど分かんない。分かんない。分かんないね、こうやって比べてもね、はい、うん、で3タイプ出てますけど、このシム2終わり、はい、うん、これが一番低スピンで、まあ、フックが 出にくい、うんうん、設計になってるモデル。なるほどですね。シム2、ね、前回でいうシムですね。シム、はい、構成比としてはまあ一番少ないヘッドであろうと、はい、うん、っていうところですね。むずいってこと。むずいむずい。で続いて、まあ、はい、シム2マックス、前回のシムマックスの後継っていう感じですかね、はい、これがまあスタンダードの位置づけ、まあ、一番そうですね、まあ、一番まあど真ん中のとこに来るのかなっていう感じですね、説明受けた感じだと、はいはい、であとは今回シム2マックス D、 前回もシムマックス D ってのが出てましたけどね、はいはい、うん、これも同時のラインナップとしてリリースされてます。で前回のシムシリーズはこのシムマックス D がセレクトフィットストア限定だったんだけれども、あ、そうですよね、今回はシムになっちゃいましたね。ちゃんとフィッティング、テーラーメイドさんのフィッティングを して、販売できる店舗のみの取り扱いになりますね。その意図とかは聞いてないですか、メーカーさんから。意図は、まあそういうメーカーさんからのあれは今日は抜きにして、まあ、僕の感覚で言うと、まあ低スピンすぎるし、はい、まずね、あと、さっき言ったけど、設計上、重心がもうドロー出にくいんですよ、これ。球上がんないんですよね、要はね。はい、球上がりにくくて、うん、まあ捕まりにくいっていう表現なのかな、はい、一般的には。はい、そんなものね、アマチュアゴルフは買うわけないんですよ。で、どうせ買ったって酷評出ちゃうんだから、こういうのは。全然使えねえ、飛ばねえってなっちゃうから。であれば、より優しく、ボールフライトになりやすいこの2機種をメインにしていきましょうっていう予測です。いきなり逃げたな。スライサーの人はじゃあ使えない？あんまりね、僕がフィッター実際やってますけれども、はい、渡すケースはないです。おすすめするケースはないです。もちろん、打ちたいから打たせるケース、シダっていうのはありますよ。はいはいはい、もちろん。うん。ないです。ないですか？ないです。よく、でもそれポジティブに捉えれば、フックが出にくいんですよ。まあまあそうですね。うん。前作のシムよりかは、ちょっとフェードバイアスっていうかね、は、まあ、ちょっと緩まってる感じました。まあちょっと捕まえやすくはなってるから、うん。あ、前ほどピーキーじゃねえなっていう感じはある。このね、マックスとシム2マックス D はね、はい、ヘッドスピード30後半ぐらいあったら結構そこそこ使えると思う。結構じゃあ。多少ばらついても飛ぶんで。だからそうそうスイングパスが暴れない人とか、はい、そういう人は除いて、はい、ある程度安定してるゴルファーであれば、うん、結構で使えると思う。使える。やっぱ割と万能。万能。この2つは万能。うん。で、
ちょっとだけこのシムマックスの方のが、いや若干フェードが入ってます。フェードバイアス入ってます。でね、これね、すごいよく言われるんだけど、SIM2 MAX D。これね、実際の重心も全部調べましたけれども、はい、全然ドローの D じゃないんです、これ。まあ、クラブヘッドにはそれぞれ重心が存在します。そしてその重心は、フェードの打ちやすさ、ドローの打ちやすさに影響し、ヘッド、モデルによって重心の位置が異なります。で基本この重心がヒール側に来るとドローエリアが広くなってくるんで、まあフック回転がかかりやすいんだけども、はいはいはい、SIM2 MAX D でもセンターグリル、はい、ああもうだもう MAX とこの SIM モデルはもうちょっと遠より、うん、これでちょっと左行くってなったらもちろん、うん、もう MAX だったり、うん、セレクトフィットストアでノーマルの SIM2 とか打たれても全然いいのかなっていう順番ですね。じゃあ MAX D 打ってもうすんげえスライスするんだったらちょっとやめとこうかって感じね。もうちょっとごめんなさい。すごい上級者に寄せてきてません、うん、でもとはいえやっぱり完成モーメントの値も非常に高いんで、うん、だからミス人にも強い、まあそういうモデルだね。でも本当に左右をこう曲がりを抑えたいっていうんだったらやっぱりピンさんが一番だよ。ピンさんほど左右の安定感はいりませんよと、うん、ちょっと飛びに行きたいんだっていうのはスイッチはいいだろうね。なるほど、うん、でもスライスしてるんだったらダメよっていう、うん、もう本当ダメなんですね。スライサーの一つスライサーはダメね。もうだってさらに曲がりやすいんだからあもうシャフトどんだけもうそういう問題じゃない、そういう問題じゃない、うん、もちろんあるよ、わかるよ、この動かし方使い方はゴルファーによって違うんだけれども、うん、もう本当にこの設計観点だけ見て、はいはいはい、重心の位置とか、うん、いろんな数字があるじゃない、うん、そういうのを見るとそこまでこうスライサーが優しく捕まってドローになっちゃいますとか、うん、そんな生優しいヘッドではない、もう完全に飛ばし、うん、飛距離特化で、あとテラメさんいいのは、はい、打ち出しが取りやすい、完成モーメントも高いっていうのもあるんだけど、やっぱ高さが出る、ね、うん、打ち出しの高さがね取りやすい。ヘッドスピードね35ぐらいからでも俺はハマると思う。そうなんですか、うん、ハマる、まあ、そのぐらい打ち出しは取りやすい。静止ロフトは、うん、でもやっぱり10度以上は、そうだね、9度とかはさすがにあれだけども、10.5 度ぐらいからチャンスはあるね。あとはシャフトのスリーブのこの付け替えで、はいはい、この雷角アイアンで雷角ね、これも変えられるんで、テーラーメイドさんはアップライトにできます。ただそもそもがフラットなんで、ああなるほどね、そう、そもそもが56度とかだったかな、あ、うん、で大体一般的には58度でしょ、うんうん、でテーラーメイドさんも 1.5 度とかカコンって上がれるんで、はい、で、まあ、ちょっと打ち出しにがね、どうしても右行っちゃうっていうんだったらちょっとそこを可変して、ちょっとアップライトにしたら、そういうところで調整してみるのも一興かなと思います。ちょうどここに旧作の SIM シリーズ、はい、SIM MAX ですね、うん、で今回の SIM2 MAX、うんね、まずクラウンの色変わってます。だいぶ SIM2 の方が黒くて締まった感じ、はい、でソールですよね、はい、もうねオールカーボンって言っても過言じゃない。メインどころがもう全部カーボンなんだよ、もうほら、いやすごいでしょ。カーボンにしましたね、うん、カーボンヘッドっていうのはもうこれ数十年前からだいたい1個ぐらい、1個あたり 195g 前後、はい、もうこれ変わってない、今も変わってない、はい、でこういったこうソールもクラウン全部カーボンっていうのは別にまさに珍しいことでもない、はい、やっぱ一番驚いたのはね、今回溶接がないんだよ。フェース面もそうだし、ソールだったりクラウンだったり溶接なしでぶっ壊れるでしょっていうのは高知からざわついたけど、ちゃんと強度的には問題ないみたい、まあ、壊れるもん売りませんから、テラメオさん基本今車や自転車、はい、フレームとかも軽量化するためにね、もう溶接しないものは結構流通してるそうな、やっぱテクノロジーはもう技術の進化はすごいんでしょうね、やっぱり ね、 そうでしょうね。吉田コーチも打たれたと思うけど、はい、打感もね全然違和感ない、遜色ない、そうですね、いや全然前の従来品とも全然、うん、何が分かったのっていう感じ、はい、溶接がなくなったっていうところやっぱすごい大きくて、はい、ここはね溶接っていうのはもちろん機械でやってるんだけれども、うん、誤差がめちゃくちゃ出る。あ、まあそうでしょうね。でこれはね、もうプロダクトのご人もいるけど、そこが一番ね、個体差が一番出ると思う。要は飛ぶ飛ばないに影響してくるね、フェースだから、ね、もちろんテラメドさんの理念である高打ち出しの低スピンっていうのは、はい、より出しやすくなってる。ちょっと多少の打点ブレってあるじゃないですか、はい、そういう時のロスが本当に少なくなった。すごいじゃないですか。これがね、僕一番感じたね、今回。今回ちょっとずれたもんね、ちゃんと出る距離がすごいんだよね、今回。これね、前作可変のここについてたと思うんですよ。ないね。で今回から、うん、ここに可変のがないから。ないね。これなんでなくしたんですか。どんどんなくなってきたね、これね。吉田コーチいいとこ目ついた。これね、可変する
この枠、あのフィッターとしてはやっぱ可変できることってのはそのタイプに合わせられるから、そうっすよね、あれすごいね、いいんだけど、その枠の部分って実はすげえ重さ取られて邪魔なんだよね。そうなの？じゃあ何シムの前のあれこれいらねえなっていう。あ、だ結局もうさ、ベストのポジションをつけてるわけですよ、テラメドさんで考えた、はい、ウェイトをね、うんうん、もうこのモデル、この設計にはここでしょっていう。あ、もう固めちゃったんだ。そう、これだけ余計な重さはもう排除したいって言ってるのに、うん、それを可変できるその枠っていうのは邪魔なんですよ。そこにも重さは取られてるわけだから。なるほど。完成モーメントも分散するし、そのヘッドの、性格もブレるんですよ。そういう風になっちゃわないように今回は絞ってきたわけなんですね。なるほどですね。これはあくまで僕の考えです。僕の考え。ピーターさんの見立てとしては、あの可変はどんどんもう今後なくなっていくんじゃないかな。このテーラーメイドさんがなくしてきたんですよ。うん、これをみんな目指してるわけなんだから、テラメンさん負けたくないの、どのメーカーさん。あ、まあ、テラメンさんがなくしてるのを今から後追いでつけてどうすんねん。そんなのつけてない、酒飲んでる。もうボールフライトね、球の構成はもうヘッドですから、はい、多くの要素は、はい、うん、もう全然ヘッドをどういうタイプにするのかをまず明確にすること、はい、ね、で今回はテラメンさんで言うと3タイプ、はい、シム2、シム2マックス、シム2マックス D、はい、ね、どういうヘッドがご自身のインパクト、まあ、スイングタイプ、インパクトタイプに適しているのかっていうのを試していただきたいですね。はい、これもぜひ試打して、使っていただければと思います。まあ飛びますよこれも。でこれからのこの2021年の、見たならば孝太郎では、うんうん、ちょっと僕もちょっとコーナーを持たせてほしいなと思って考えたんですけど、はい、ちょっとヘッドの匂い、匂い、ね、匂いを伝えてみようと思います。いいね、はい、新しい、僕鼻いいんで、うん、じゃあ、まずそれモデルないの、はい、シム2だね、シム2のね、うんうん、いいっすか、うん、無臭です。関係ないかもしれない、匂いないですね、うん、でもあるじゃないですか、スニーカー買いたての時の箱の匂いとかあるじゃないですか。あ、そういうのはいいよね、はい、うん、でも全然それで言うと、あ、マックス D はちょっとポテトの匂いするなわけないですよね。グリーンシトラスの匂いがする、ね、あ、いい、シトラスの、あ、これちょっと真面目な話なんだけど、真面目な話、真面目な話、これ なんだっけ、このフレームリング、はい、海外のテーラーメイドさんなのかな、はい、色が変えられてた。かあ、かっこいい。カスタムで。で、ここの白いこの、うん、はい、ここも色変えてると、どういう展開するのかまだわかんないけどね。もちろん僕らにはそういった案内ももちろん来てないけれど、ね、うん、はいはいはい。テーラーメイドのなんか本国だとすんごいいろんな色あったこれ。ここのシムとかのロゴとかも変えれるんですか。こういうの色とかも全部赤とかにもできてたし、これいろんな色ありました、はい、ゴールドとかグリーン、レッドもちろん、かっこいい、なんかすごいね、自分だけのシム2なんかいいですよね、いい、そういうのね、次回はどんなヘッドをお届けできるでしょうか。さようなら。さあどうよ、ゴルフテックのカラーリングとどんちゃなんだよね。キャロウェイさんはそもそも完成モーメントなんで大して気にしてないの。そもそもキャロウェイさんと喋りましたちゃんと。